バージングループはイギリスの多国籍企業並びにコングロマリットである。ナイトの社位を持っているリチャード・ブランソン会長が主体となって企業を動かしている。2020年現在会長を務めるブランソンが1968年16歳の時にスチューデント氏を発刊したのが始まりである。3年後の1971年には中古レコード通信販売会社バージン メガストアを創業した。1984年、航空会社、バージン、アトランティック航空が設立される。2020年現在、同社は、ブリティッシュエアウェイズと並んで、イギリスの航空会社の中でも特に大きな規模を誇っている。その後も、バージングループは次々と新たな事業を拡大していった。鉄道会社、ラジオ局、インターネット、コーラ販売。 携帯電話関連の事業などにも業態を拡大して関連会社は40社以上展開している国の数は22カ国以上にも及ぶ。参加の航空会社は前述のバージンアトランティック航空をはじめ2001年にバージンオーストラリア2007年にバージンアメリカを設立するなどしている。これら3社の航空会社が運航する航空機の合計機数は 2011年初頭の時点でおよそ150機に及んだ。さらには一般の観光客用の宇宙旅行プログラム実施を目指し、2004年にバージン・ギャラクティックを設立している。2019年にニューヨーク証券取引所に上場し、宇宙旅行会社として世界で初めて株式公開し、約10億ドルの時価総額をつけた。2020年、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、経営難に陥る。ブランソンは所有する、バージン・ギャラクティックの株の売却や融資により、立て直しを図ったが、バージン・アトランティック航空とバージン・オーストラリアは、破産手続きに至った。バージングループは、株式未公開企業、すなわち非公開会社であるため、経営実態に関しては不詳な点も多い。ありがとうございます。